さん、こんにちは。ゆめです。今日は届いた株主優待の紹介と、あと、もうボロンボロンに下がってしまっている保有株ですね。まあ、投資の、現状の近況の動画になります。最後までよろしくお願いいたします。では、早速届いた株主優待の紹介です。まずこちら ANA です。私乗り物が大好き、あとホテルも大好き、食べることも大好きなので、そういう自分が大好きな企業を、中心に投資をしてます。ANA 今日土曜日なんですけども、今の時点では、こちら証券コードなんですけども、一株3,053円5円ですね。なので優待100株からですので、100株保有の方は、今日時点では、30万円ぐらい必要かなと思います。で、航空会社がコロナの時はすごくもう下がっちゃって、でもやっぱり飛行機好きで、買ったり、うまいこと調整して搭乗したりとかしてたんですけれども、コロナが明けても、一時ぐっと株価戻ったんですけども、私の感覚ではコロナ禍前より株価はまだ戻ってないかなっていう感じです。なので、買ってるタイミングにもよるんですけども、マイナスになってる。100株買いで立ってるの、買ってるので、ちょっとマイナスになってるものもあるかなっていうような、今、私の現状ですね。こちらは、大概投資をしてほしいっていう企業さんはもちろん思ってて、皆様100株からが多いと思うんですけども、特にこの航空関係は100株の優待が一番コスパがいいっていうかお得かなと思います。で、私は、特定口座とかNISAとか分かれてるんですけども、全部合わせて、この前の3月31日の時点では300株保有ありました。なので、3枚届いてます。使うときにこちらこすったり、このままもう使わないときってありますよね。で、有効期限は、来年の5月31日までなんですけども、普通席とかでしたら、セールの方が、株主優待で買うより全然安いですね。で、あと、プレミアシートとかも、株主優待よりセールを狙ったりとか、ただ、いいなって思うのが、キャンセルが、効きますので、セールの時ってもう、ほとんど、キャンセルの時にお金戻ってこないんですけども、優待っていうのは、もう変更したら、手数料はかかるかもしれないんですけども、チケット代自体にはかからないので、使い方によってはいいかなと思います。で、私は ANA は会社は好きなんですけども、自分が搭乗するのは JAL が好きなので、こちら申し訳ないですけども、金券ショップで売ったり、知り合いが欲しいっていう方がいたら譲ったりしてます。ANA のいいところは、もうすごく株主にとっては、JAL に比べたらいいかなと思います。で、ANA のクレジットカードを持ってなくても、この券をこう切ったら、インターコンチのレストランとか、あとお土産のショップですね。で、羽田とかは第1、第2ってこう分かれてるので、JAL に乗る第1で、もちろんこれを使えるところはあまりないんですけども、成田の空港とか、あと地方の空港ですね。そういうところでしたら、鹿児島とか、広島とか、もちろん長崎とかでしたら、もう ANA も JAL もこうショップが並んでるので、ANA のところで取り扱ってるお土産ちょっと買いたいなって時は、これで 10% オフ。しかも1000円以上で 10% オフなので、大概お土産1000円分は買うので、私は ANA の優待いいなと思います。で、これは100株で1冊。結構な枚数あって、300株でも1冊ですので、やはりこういう特典っていうかね、優待目的の方は100株単位っていうか100株を購入するのが一番コスパがいいかもしれませんね。で、ここで、株主の限定ツアー、限定なのかなんかわかんないですけども、こんなのもありますので、ANA 大好きで、
こういう株主限定ツアーとかの、その限定っていうのが好きな方には、いいなと思います。で、まあ、カレンダーとかもね、送ってくださいっていうようなこともできます。で、こちらが ANA ですね。で、次は、じゃあ、もう私がもう大好きな、もう本当に大好きな企業の JAL です。こちらが2709円、今日の時点で。なので、100株だと27万円くらい。株価を比べますと、ANA の方が高いですね。100株単位だったら、まあ、3万円くらい、ちょっと差がありますね。JAL は、その、3月とか9月によって、この、優待の枚数のくくりがちょっと違うので、証券会社の、アプリとかで細かく載ってますので、そちらの方を参考していただく方がいいかなと思います。で、私は、3月31日の時点では、1200株持ってました。どう思います ?1200 株でちょっと私の中ではちょっと自分でも買いすぎちゃってるかなと思います。だって100株で27万円なので1000株だったらもう1000株だけで270万円ってことですよね。で、こちらもコロナ禍の時にすごい下がって、まあ、その時も買ったんですけども、もうこんなに何百万とかも資金がないので、他の銘柄を売ってまた買ったりとかしてるので、買うタイミングによってはマイナスが発生してます。なのでね、上がってほしいですよね。1,2,3,4,5枚入ってます。で、JAL の方が長いです。使えるのが来年の11月30日まで。まあ、ANA は同じ6月1日からですけども、5月31日までなので、ちょっと使える範囲がちょっと違いますね。JAL もそうなんですけども、普通席。もちろんこちらで買ったらキャンセル料かからないんですけども、金額的にはセールでもう絶対キャンセルしないっていうのであれば、もう全然セールの方が安いです。で、こちらファーストクラスも買えるんですけども、もうファーストクラスの人気路線で株主優待券で買えるっていうのがすごく難しいんですね。直近になって余ってたら解放はしてくれるんですけども、なので、人気路線でも、もうせめて1000株以上の株主は、一席ぐらい、まあ、年に1回、2回でいいので、自分の希望するところを、ちょっと変えるように、JAL さんどうにかしてくれませんかね?じゃないともう株価上がったら売っちゃうよとか思っちゃう人もいると思うんですね。私もちょっと心を揺れる時があります。JAL ショッピング、JAL のカードを持てない方とかは、まあ、1万円以上だったら 10% オフだよっていう。ね、まあ、これ見せても私、JAL カードで買った方が、ま、同じ 10% なんで、まあ、誰か使いたい方だったらどうぞって感じなんですけども、こんな感じですね。で、JAL は ANA のように、ショップで使える割引券とか、レストランとかで使えるのが全くついてません。うん。ただ、JAL パックツアーとかの、まあ、割引ですね。クーポンコードを入れたら、まあ、使えるよっていうのはありますね。なので、まあ、この辺本当に会社の好みですよね。で、私は、まあ、同じ路線、普通席でも、まあ、追加料金を出してファーストクラスとか、プレミアムシートとかを、まあ、両方 ANA と JAL 乗ったことあるんですけども、まあ、個人的にはもう、JAL が大好きなので、今後、この、国家圏の株主の割合も、もう全振りして JAL にしようかなと思ってます。で、私は JGC 修行して、今、JAL グローバルクラブの会員になってるんですけども、すごく敷居が高くなりましたよね。で、ライフステータスだったけど、なんかこう、ポイント制でなれるっていう風に変わったんですけども、なんとこの株主優待で100株の方は確か2ポイントですとか、1000株の人は何ポイントですとか、でも絶対やっぱりフライトした方がすごく効率がいいんですね。なので、まあ、一応、JAL も株主乗ってない方にもそういう風に、
ステータス目指せますよっていうことで、株主優待のものもちょっと加算されるっていう風になりました。でもね、なかなかね、ポイントたまらないんですよ。すごく乗ったり、まあ、すごいクレジット決済とかしても、ちょっと難しいかなと思いますので、まあ、本当に私は好きな企業っていう感じですね。で、今回、これだけで、で、この後ちょっと引っ付けるんですけども、JAL が株主様専用サイト、まあ、リニューアルなのか、まあ、それだけ別に立ち上げたのかがわからないんですけども、まあ、そういうものができたので、そちらの方に、まあ、登録をして、株主、今まで株主は株主、JAL のステータスっていうか、会員は会員って、こう、交わることは基本的にないかなっていうような動きだったんですけども、今回株主優待、私はこれだけ株主、株を持ってます。そして JAL の番号はこうですって紐づけることができたので、まあ、人生ね、好きなものと好きなものがひっつくのってすごく嬉しいので、今後の楽しみにしていきたいと思います。ではこの後、もう一時すごい上がって、動画でもうやったーって感じだったんですけども、もう下がって下がって下がって、またまた下がってって感じになってる、優待じゃないですね、投資の近況になります。では最後までよろしくお願いします。ここから先は私の投資の近況です。まず SBI 証券の特定口座になります。今月ですね、5月は、売買は何もしてません。もうね、毎日ね、下がって下がって、あ、ちょっと回復したかなと思ったら、また下がって、まあ、この中でも日清食品がもう恐ろしいほどのマイナスになってます。次は同じく SBI 証券のNISA枠です。まあ、NISA は売却した時の利益分、あと配当金ですね。こちらの方が非課税ということで 100% 口座の方に入ってきます。ただしですね、マイナスになった時に売却をしてしまったりしましたら、その分が利益と相殺をされないということなので、まあ、1万円、2万円でも、まあ、利益を出して、マイナスは絶対出さないっていうのが私の中での考え。まあ、皆様もそうなんですけども。けれどもですよ。もうここ1ヶ月ぐらいのかなりの暴落で、マイナスになってる銘柄もあります。悔しいですよね。でもまあこの1年まだあと半年ぐらい残ってますし、まあいいタイミングで売れればなと思ってます。そして私 JAL 大好きなんですけども、まあ、乗り物が好きということもあって、JR 東日本っていう会社も大好きなんですね。なので、このニースバックが増えた今年、もう張り切って買って、分割も起こったんですけども、今月 JRE が、まあ、投資者とはまた別に JRE バンクを開設しまして、まあ、その中の特典ですね、ビューカードを持ってくれたらみたいな、もちろん条件はあるんですけども、その中の特典が、投資をした100株単位、まあ、今300株単位なんですけども、その株主優待よりいいんですね。で、まあ、口座に50万円入れれば、まあ、株主の優待とほぼほぼ同じものが受け取れるので、まあ、皆さんそちらの方に流れてるのかなとは思います。私もすごく悩んだんですけども、まあ、絶対初日はパンクするだろうなと思って、私の中でこの日解説できたらいいなっていう日は決めてはいたんですけども、やっぱりね、こう、みんなと同じ行動を取るのは、ちょっと面白くないかなと思って、まだ私は JRE の口座は、JRE バンクですね。まあ、大好きな会社なんですけども、まあ、現状まだ口座は開設してません。次も同じく SBI 証券の外国株になります。私はマイクロソフトとアップルの2銘柄しか保有してません。アップルなんですけども、自社株を買うという発表があって、もうすごいですよね。日本円で17兆円分ぐらい。まあ、その影響もあって少しは上がってはいるんですけども、私、4株しか保有してないので、まあ、ビビたる金額が、まあ、ちょっと上がったかなっていう感じですね。で、こちら、旧NISAで購入してますので、まあ、タイミングを見て売却しなきゃなと思ってます。
で、次、マイクロソフトの方がまた1万1000ドル以上の利益を出すことができました。まあ、円安の関係もあって、まあ、日本円で利益が180万円以上、まあ、出してくれてます。もう本当にありがたいですよね。もう本当にありがとうございますっていう感じです。で、次も同じく SBI 証券の投資信託、アメリカの不動産リートになります。で、こちら2万円弱しか買っていないんですけども、もう本当にゆっくりゆっくりって感じなんですけども、利益がまあ3000円ぐらいですね。で、まあ不動産大好きなんですけども、ちょっとやはり日本株に全振りしたいということで、まあこういうビビたる金額なんですけども、まあ私の楽しみとして、まあ昔の貯金みたいな感じですね。しばらく保有したいと思います。次はウェルスナビフォージャルです。こちらの方はね、投資信託のまた投資信託を集めたものみたいな感じで、もう安心して毎日見ますね。もう下がる時も増える時も、もうビビたる金額なんですけども、個別株のように、マイナス前日比20万、15万、18万っていうもう恐ろしい数字を見ることがないので、であとまあこちら順調にね増えてってますので、まあ自己資金100万円で大きいんですけれども、まあ 26% 超えの利益が出てますので、まあ、こちらの方NISA枠ではないので、の課税はあるんですけども、このまま保有したいと思ってます。次は暗号資産です。私、暗号資産、ビットコインとイーサリアムの2銘柄しか持ってません。で、こちらの方もね、一時、すごく、こう、ある程度ビットコインが皆さんの1000匹以上に上がったタイミングで、かなり持たれてる方が売却した関係もあると思うので、下がってはいたんですけども、今日の時点ではまた元に戻ってますね。世界中の方が、こう、ね、投資家が、興味のあるものなので、まあ、これも私すごく1万円ずつの投資なんですけども、まあ、これもね一つの楽しみとして様子を見ていきたいと思います。で、あとこちら株主優待のスカイラークを使ってちょっと美味しいものを友達と食べたりもしました。まあ、日本人ってポイント大好きですよね。もうそんな感じで、私はポイントの方も一生懸命考えてはいないんですけれども、株主優待はやっぱり大好きで、もう楽しみの一つです。あと銀だこですね、ホットランドを使って美味しいたこ焼きもいただきました。それでは私の、まあ、投資の人生の目標ですね。税抜き後の利益1000万円を目標に目指してます。でも今年入って1月はあともうちょっとで届くぐらいの利益は出してたんですけども、もう難しいですよね。やっぱり、もうどん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 目標といいますか、夢から遠のいていってるような現状です。それでも、こう毎日、まあ、家事をして、職場に行って働いて、まあ、休日は楽しいことをして、まあ、投資もね、楽しみの一つとして、私は生活の一部として、これからも進めていきたいと思います。なので、今、税抜き後の利益が、まあ、930万円ぐらいになります。もうこれでもね、私の中では、もう本当に十分十分な、まあ、利益なんですけれども、もうね、死ぬまでね、欲張って生きようみたいな感じで、目標は高めに、あと70万円ですね。まあ、税抜き後の金額70万円これから増やすって難しいなと思いますけど、楽しみたいと思います。今日も最後までありがとうございました。